あ彼も国民的になっていただきたい。はい、そうだね。淳西川。うん。で、なかなかね、ちょっと西川選手、ここまでのキャリアがちょっと大変でというか、うんうん、最初ね、思えば、プロのスタートは2000年でしたけど、そうでしたもうあの、開幕、本当の開幕の段階は西川選手でいけるんだと思ってったら、の、うん、コロナのシーズンになって、4ヶ月間ぐらいリーシーズン止まっちゃって。うん、ね。はい、そう。うん、で、いた、 あの、二戦目スタートです、7月再開ですっていう時にお怪我しちゃって。しかもそのシーズンが難しかったんですよね。あの、週2回あるわ、コンディションの来るね、リカバリー難しくなっちゃうわっていうところで、なかなか選手の皆さんね、あの、トレーニングもできずってシーズンでしたけど、ようやく昨シーズンのトスの後半戦から、一気にこう、ぐんぐん対等してきたところがあるから、やっぱこう、高校時代で見せてたような、本来の西川潤が、 来、うん、まあマ2023シーズン、うん、トスで見られるんじゃないかなと思いますけど。見たいね。はい。楽しみにしたいですね。うん、はい。